黒原駅は福岡県飯塚市内十河原にある九州旅客鉄道笹栗線の駅である。駅番号は JC09 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。基本的には上下列車ともに1番乗り場を使用するが列車駅違いなどで2番乗り場を使用している。開業時は片面ホームのみの1面1線であったが2001年10月の 電化と同時に交換設備が設置され、相対式ホームの構造になる。無人駅。守護下の利用が可能であるが、カード販売とチャージの取り扱いは行わない。無人駅であるが、二両編成のワンマン列車は、すべてのドアが開く。2015年3月14日のダイヤ改正により、一部の普通列車が当駅を通過するため、ワンマン運転時の車内放送では、 当駅を通過する、胸の放送が流れる。一線スルー方式のため、通過列車は、路線最高速度である時速1 0 0トルに近い、高速で通過するが、一部の当駅を通過する、普通列車は減速しながら通過することがある。2016年度の1日平均乗車人員は8人で、ある。笹栗線開通記念ホームより見える、笹栗トンネルの高校駅ホームから、 笹栗トンネルの高校が見える。笹栗トンネルの開通をもって、笹栗線が全通したことから、笹栗線開通記念碑がある。駅周辺地域は、峠道のふもとの山間で、人家もまばらである。筑前大分駅に近い地域では、住宅地の開発も行われているが、当駅の駅前地域にまでは行き渡っていない。そのため、笹栗線内では、 筑前山手駅と並んで乗客の少ない駅となっている。ありがとうございます。